はい、というわけでこんにちはございます。今日もエルデンリング続きからやっていきたいと思います。で、前回からじゃないですね、まあ、前回オートローデールの、探索進めまして、初代ん王なんだっけ、ゴッドフリーさんか、ゴッドフリーさんの幻影みたいなのを倒しました。で、その奥はおそらくボスかなっていう雰囲気だったんですけど、まあ後回しですわ、まあ、とりあえずね、今日このアウレーザーの英雄をですね、ここにいるんで、ここの攻略を進めていきたいと思います。で、ついでに、取り忘れてたのがあって、前回、前々回かな、ちょっと動画を編集してまして、こっから先に行って、ここ、指折りの老婆の先のここら辺にさ、すぐ消えちゃうスカラベがいたんですよ。で、そいつ倒してないんで、そのスカラベを倒した後に、まあ、行ければ、この、女王の、ちょっとねかな、の先ですね。行って、まあ、まあ、金色のもやがかかってたんで、間違いなくボスなんですけど、黄金のたもとまで行けるってことなのかな？次のステージ、どうすんだろう。ここにさ、祝福の盲ごとの封印が施されてるっていうのが出たんで、まあ、その辺が解除されると考えるんであれば、この辺にいるのが、まあ、祝福の盲ごとってやつになると思うんですけど、まあ、ギデオンさんが言ったやつですよね。まあ、いっか。とりあえず、ここ先に進みましょう。ちょっと装備変えようかな。冒頭の聖剣、いいんですけど、ちょっとな、飽きてきたとか言ったら怒られちゃうな。でもまあまあ、今回くらいまではこのまま行くか。次回からちょっと変えよう。で、あ？違う、こっちだ。で、前に来た時に、ここ、石剣の鍵を使って、開けてはいるんで、ここのところは終了ということです。この先ですね。こちら側となっております。で、あれこれ横にしたっけ？してありますね。で、まあ、英雄墓だからさ、チャリオットが出てくるよね。この雰囲気、絶対出てくるよね。この、いかにも通ってくださいと言わんばかりのさ。うわー、これ。これ、なんだこれ。なんでここ、開いてるんだ？まだ来ないか。いつ来る。はい、来た。来ましたよ。よし。おい、前後挟んじゃう。それは良くないと思うぞ。危ないぞ、あいつ。よし。チャリオットはとどめさせてくれた。ありがてえ。おいきなりこっち側って言ったのか。どうすっかだね。まあ、あの柱のとこまで行くしかなさそうよね。で、この魔法陣がさ、また怪しいな。うん、ちょ。なるほど。まあ、一回落ち着けようと、そういうことですね。引かれんぞ、お前ら気をつけろ。引かれちゃうぞ、そこいると。そこ線路だぞ。気持ち立て構えてたけど。さて、間に合うか。よし、ナイス。で、もう一体が復活しちゃう。はい、気をつけて。アイテム回収させまーす。シャーツ。ほい。はい。じゃあ、次のタイムで下行こうか。いや、柱の間で一回止まらんとあかん。で、また下行くスペースあるね、あれね。またあるよ、下行くスペース。ちょっと、ここか。あいって！え？くそ。私のルーン。下は行けるね。下行ける。いっけ、間に合って。頼む、間に合ってくれ。間に合わなかった。ここでいれば大丈夫ってこと？ここなら大丈夫。大丈夫。下降りるべきか先行くべきなのか悩むとこだけど、上避難場所あるかな。アイテム回収でしょ。避難場所なくない？避難場所ある？これここそこか避難場所。
なかなかスペアなタイミングで行かないと、もう行かないとダメでしょ。間に合い、よし。あー、きつ。待って待って待って、これ大丈夫か大丈夫か大丈夫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 、うわー、大丈夫じゃなかったやっぱり来たよ。あ、二機体制になってる。うん、ちょっと待って、そういうことか、そういうことか、行き違いになってるから頑張るよってことか。うわタイミングがシビアだね、タイミングが。間に合う、うわマジで、あれで間に合わないの、タイミング。よいしょ、いや間に合わない、マジでマジでいってるこれ。厳しすぎないっすか、ちょっとルーンも、よし、走れ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 、これなら間に合うはず。よし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 、でこの端っこまで行っちゃって。で2台いるんだな、チャリオッツが2台いるから、でこうで通り過ぎたらすぐ戻る。うん、ちょっと待って、何これ、あーあーびっくりした、あーびっくりした、あーでもこのチャリオットな、怪しいな、ちょっと頭さ、ちょっと頭かすっただけで死にそうなんだけど、多分持ってかれちゃうよな、多分持ってかれちゃうと思うんだよね。ちょっとでもめちゃくちゃ判定シビアだもんこいつ。よし、でそこ、おっと、あぶねえ、おい、よいしょ、下まで行っちゃってるわあいつら。どこで折り返す、どこで折り返す、ここね、ここね、ここで折り返しね。シビアしない、シビアしない、シビアしない、ほら、ちょっと、あそこにある。下も行けるし、あそこでも行き止まりだな。先に下行っちゃった方が良さそう。この死のアトラクションも慣れてきて、もう行っちゃう、走る、よし、反対側何もないパターン。これミスったか、ミスってないの、大丈夫だな、大丈夫、いけるぞ、大丈夫、死にはしない。でガジックまで来て、でこいつについていく。で反対側のやつが来たら、反対側にスライッツスムーズに切り替えてここに落ちる。で頭の上通過させて、あ、こっちもある、あん、うわー、お前いるね、どこにでも。なるほど、うわ大丈夫大丈夫、これやつがいる通路じゃないの、よいしょ、うわそのブレス嫌いなんですよ、死んじゃうんだもん、すぐ死んじゃうんだもん。あ大丈夫だ、普通に、え普通に地下につながってるんだけど、怖えな、怖いですね。大丈夫だ、大丈夫だぞ。おっと、いるねいるね、聞こえたぞ鳴き声が、すぐ左後ろから出てくる上やばいことになってるけど大丈夫。まあこれはさ、これはさ、もう略奪するしかないでしょ。さあみんな来いよ、来ないならこっちから切らせてもらうぞ。もう一人いたずじゃろう、
もう一人いたじゃろう。貴様だ、貴様。よいしょ、よいしょ。いやー、そのプレッサー結構残るんだよね、長く。何が含まれてるの、それ。相当有害な物質含まれてるでしょ。おー、隠し扉とかありそうな雰囲気だけど、ないね。ないわ。戻りましょうか。そうすると反対側もあんのかな。反対側も見なくちゃちょっといけない体になっちゃうな、これな。雰囲気がさ、もう一応見なさいよって、一応見なさいよってなんか言われてる気がする。多分少しでもこれ頭かすったら死ぬから。で、反対側は、あ、反対はないや。よしよしよし。行った瞬間、よし。どこだっけ、あ、死んじゃうぞ。だから言ったのに。よ、これ普通にまっすぐ行っちゃうとちょうどすれ違いとこで死ぬんだよね。どのタイミングで行けばいいかが。これが行って、この後についていく。うん、で、これダメだと思う。あそこだ。忘れてた。そこだった。同じようなところで2回も。まあ、2回と言わず3回でも4回でも死ぬんですけどね。これ下俺入れば OK。このタイミングはまずい。このタイミングはダメだ。一段目と。ここ。で、こっち側。よし。痛い。危ない。忘れてた。またスケルトンの存在忘れてた。あれ？引かれたか？で、あっち側。あっちの角だから。あ、どこ行った？あ、来た。遅いよ。ついてく。え、ここ。あれ？階段になってなかったっけ？あれ？気のせいかな？階段になってたよな。あまり。あれ？待って、階段なかったっけ？階段。あ、死んじゃう。よしよし。だよね、いると思ってたよ。いると思ってたよ。ちょっと距離短くな？距離短くないあれ。これ、え？え？下行けと？いや、あるけどさ。さ、きつくね。ちょっとさ、やばいってこれ。よし、来た。でこっち入れさせて。こっちいいっすか。スケートさん、すいません。ちょっと一緒にいて。怖いから一緒にいてくれ。もういいぞ。で、くるりんぱ。こっちが行ったのに合わせて行く。で、
さ、階段あった気がしたんだけど気のせいだったんだな。全然階段らしくねえや。階段の原因を見たわ。そしたら向こうだな。抜けてすぐ行くでしょ。で、柱に助けてもらう。うん、はっはっ、ちょっとさ、ちょっと、あ、てかやっぱ上にあるじゃん、道。上から来んのか。そういう道か。道自体はあんのな。だから上に戻っていくタイミングでまた走り抜ける。避難場所、避難場所、避難場所、まず避難場所、避難場所。ここなら大丈夫だね。ここなら大丈夫だと。さあ落下する場所が見えんのよ。落下する場所が見えんのよ。あ、でも待って待って、あそこサイド行けそうなところあるな。え、でも行く、ここ。うわー、ちょっとずれた。マジか。うえー、わっカーペック、おい、嫌な予感はしたよ。ちょっと出っ張ってっところがさ、壁の中通過してきてんのは見えたんだよな。ここからなんですよね、ここから。ここにいればとりあえず大丈夫だから。ここか。よし、来た。よし、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 よし。人がいるところで飛び降りれば OK ってわけか。だが第一関門をクリアしたりすぎないんだよな、これ。向こう側からもあんのかな。まあいいや。よし、第一関門クリアでアイテムいただく。もっといいアイテムくれよ。とりあえず近いところ、ここだね。でもこのロープが巻きついてるところがそうなんかな。あ、なんかでもそんな、いや、騙されるな、騙されるな。それが罠だぞ。大丈夫そうな雰囲気を出しといてダメなパターンだ。待って、あっちにも入り口あるじゃん。え、どうしよう、これ。後ろもあるし、前もある。となると、前の方を先に行った方がいいんじゃないかな、まずは。うわぁ、なんか走ったら落ちそう。となると、こちら側がまず行くべきところだと見たよ。ちゃんと合わせないと。なんかめっちゃバジリスクさん見とるやないか。よいしょ。うっ、怖え、怖え。後ろ何もないよね、さすがに。よし、行くかね。まずはこちらだ。待ってますと言わんばかりに。ではきつい。よいしょ。ふぅ。オーケー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 。なんかあんのか、この像に。秘密が。何もねえのか。いたよー、いたよー。こいつもこのでかい目玉の下に、普通の目玉ついてんのかな、そういえば。やっぱそんな感じだ。
目玉の下に本物の目玉がついてる。ふう、いやここしんどいね。疲弊の位牌、疲弊か、あのちっちゃい人たちでね。なるほど、え、上行く感じか。なるほどね、よかろ。いやもう音がやべえんじゃ。音がどこなん、どこに出るのこれ、どこに出ます、ちょっとどこに出るかだけちょっと教えてもらっていいですかね。どこに出るかだけちょっとだけ教えてもらえると助かるんですけど。いや結構長いよこれ。あれかな、通路の途中にあった。これ降りる理由ある？どこ、これえどこ。ああ、わかりました、わかり申した。降りる理由はない。ちょっと一回戻ろう。あ、でもここを通ることによってあのチャリオットの上に乗って先に進めるとかそういう感じか。だがな、今そこ行ってる場合じゃないのだよ。ここの下がさらにあるの分かっちゃってるから、まずはこっちでしょ。これ大丈夫？うわ、ジャンプしないとダメだ。まっすぐジャンプ、まっすぐジャンプ、いくよ。 OK、 上手、上手すぎる。なんか通路の先にさ待ち構えてんのよ誰か。スケルトンだな。よしよし、まあよかろ。ここから、いやちょちょちょ、ここは合ってます、これ合ってる、位置取り合ってるはず。信じるぞ、信じるぞ、自分を信じて前進め。よし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 、通路が細すぎるんだよなあのスケルトンね。なんであのさスケルトンがいる方と今目の前はスケルトンいないんだけど、なんかあんのかこれ。途中で道切れたりしない？大丈夫？まあ、し、ある、あ、大丈夫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 、壊れない、よし壊れない。お前それは良くないぞ、マジでマジで良くない。死ぬぞ、人が死ぬ、人が一人死ぬんだぞお前は、そういう声をすることによって。まったく、なんてやつだ。これまた別のところに繋がってんじゃないの？ちょっと待って、ちょっと待って、ここ厳しい。よし、まあいいや、行くか。なんか良きアイテムがあることを願って、先に行こう。上に登り、ま、結構近い。ふう、やだやだやだ、うん、何は、どこ、これフィャンって今召喚されたよね。近い、ん、これ反対側、絶対違うああ隠し通路じゃない。下、上から戻ってきた時に行けばいい。あ、ちょっと待って、なんか閉じ込められたねこれ。そっちだ、そっち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 です。はい、出た。え、上行くの？どういうこと？これ下に、次上に乗っていくパターンかなと思ったけど、でもこの雰囲気は上に持ってった方がいいんだよね。だって通路はさ、あ、やべ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 、タイミングやばい、タイミングやばい、早く行って、早く行って、よしよしよし、これ下行くようだよね。
どこだどこだ、脱出、脱出口、脱出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 口、ここだったよね。またここまで来るの？ここきちい。ちょっちきついで。ショートカット的のないんか、ショートカット的はないんか。え、なんだこれ、 なんか、え、ツリーガードシリーズだけど、なに、なんかぶっ壊れてんだけど、どういうこと。は、え、は、え、は、ん、ん、なにこれ、どういうことだ、だどういうことだ、だな、いってぼんやりするなって言われちゃった。あ、さっきのあの火を吹くガーゴイル像がなんかあれなんかな、影響してんのかな、そうすると。そういうこと。あ、じゃあこれで安心してとりあえず下には行けるか。そう、召喚、あれ召喚されなくなってる。え、え、やべえ、何かアトラクションを攻略したようだけど分かんない。ほう、おー何をしたんだ私は。あ、ここにあるということはこの先、ああボスだね。ちょっと待って、そしたらまだ行ってないとこ行きたいですけど。下だな、下。でもこれで落ち着いて下行けるわ。よかった、なんかやってよかったのかな。でご遺体あるところからこれ飛び降りれば OK。 ご遺体あるところに向かって飛び降りる、はい完璧。さらにこちらに向かって飛び降りる、 OK。 でここマジで慎重にいかんと。はあ、はあ、怖い怖い怖い。でこれがこの辺かな。この高さ死ぬ？大丈夫かな。いけ、大丈夫。生きる生きる生きるよ生きるよ。ではそこで骸骨が出待ち。まっすぐまっすぐ走る、まっすぐ。何があってもまっすぐ走るんだぞ。ここの下のところはいけんのかな。飛べる勇気がないな。はいはい、よいしょ。で、ここを登って、行った先のところに、またのチャリオットがうろちょろしてるわけでございますよね。そうですね。え？してない。いやいやいや、え、あの火がチャリオットぶっ壊してくれたんか、もしかして。行って大丈夫、え、大丈夫なのかこれ。さっき死んじゃったけど。なんだ私何かをやったみたいだな。何かをやって何かが、あ、でも、なんか、結果としてこう、やってそうなのは、あの、あれだよね。あの、なんだ？ガーゴイルの火吹く像を上げただけ？あれだと思うんだけど、あ、上と下？え、なに？ボス以外めちゃくちゃ広いじゃない。え？あれなんだ？とりあえずやっとくか。お、お前、イミステの地下でもいたな。それは好きだぞ。はい。
おやすみなさい。ルツボバネのタリスマン。これを守ってたんか。ルツボバネ。あ、違う違う、失礼。不義地で人の身体に生じたという初層の混ざった羽のタリスマン。ローリングの回避を強化するが常に被ダメージも大きくなる。それは生命の現象たるルツボの名残である。部分的な先祖が入れたり、古くは神聖視されたが、文明の後には汚れとして扱われた。あー、なるほど、汚れ、なるほどね。おい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 、どっちから来たっけ私。こっちからだな。となるとお隣ここだ。上がりましょう。エレベーターがあるぞ。一応下見ておくか。あ、何もないパターンね。はいはい、落ちたら死ねば。さあ早く終わりなさい、帰ってきなさい。エレバーを引いてまた戻した上で乗らなきゃいけないという。何度出まーす。行こうか。上な。何かこれ扉とかありそうな気がするんだけどな。ないパターンか。あ、これ火が出てる。ん？なんか光が出てるな、あそこ。はあ、そっちに火が出ると。え、これ通ったことないところ。いや来たことないな、これ。スズラン、オートボの頭。ああ、これは分かった、チャリオットの上のところだ。あれ、これはこれで上に。あ、ちょっと待って、あの光がさ消えたからチャリオットが召喚されなくなってるパターンじゃないか、もしかして。だからこれ降りちゃっていいんだ。うわー、うわー、これすごい、全部なくなった、全部いなくなったよ。よし、じゃあこのままボスまで行っちゃおう。さっきここまっすぐだったよね。おっと、またスケルトンか。いて、お前、こっちはボス戦に今から挑もうとしとるんで、ちょっとやめなさい。ダメージを与えるのはずるいでしょ、それ。言われてるのか、上司から言われてるのか、そうやって、後ろから、ここに来る侵入者の背中を狙い撃てと。よくないぞ。非常によくない。ロングボーだし、落としたの。まあ、給料あいつらももらってるんだろうからな。しょうがないね。よし、行くか。さて、ボス、なんだ？新しいやつかな？ちょっと待って。おい、ルッツボが2人はまずいでしょ。それはダメだと思う。それはマジでダメだと思う。え？ふざけないで。ちょっと、とりあえず1人倒そう。よいしょ。900入るか。よし、OK、OK。とりあえず聖杯瓶飲んで、よし、ここ飲める。2人ともさ、めちゃくちゃ警戒しとるやないか。よし、まとめていきたい。よし、やっぱ盾構えてない方が。見て、オルドビスか、これ名前持ちだ。よし、槍の方が耐久力が低い。そんな早いんだっけ。でどうなってる、どうなってる。引っかかっちゃう、マジ。お前らさ、まあ、悲しくないのか。そんな2人で1人をボコボコにしてさ、なんだそれ、見たことない技使ってたぞ今。きれい、うん、
わっとととととと逃げて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 早く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 飲める飲めるあールツボの初走じゃなくてなんだっけうわーそれはないよしよしよしやっと1対1だなよいしょよいしょよいしょうわー2回覚えてた2回なの覚えてたぞよしじゃあやろうかよいしょ尻尾来ないのかいや尻尾来るなそれ何それ月だ月よいしょちょっと待ってリズムが合わないリズムがよいしょよいしょよいしょ切れるちょっと違うなやっぱり名前持ちだけあってよいしょよいしょまあまあまあ大丈夫大丈夫よいしょよし、これ、先に回避して、こう、で、切れるでしょ。よいしょ。なんだこれ。よいしょ。こう切れる。よーし。よーしよ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 し。つえー。あ、ボルトビスの体験。あ、で、ルツボシリーズか。あ、そうか、槍持ちと、鎧が違うから。なるほどね。いや、超厄介だった、こいつら。何なんだ、あいつらよ。ルツボがついに二人で出てくるとか、ちょっとないっすね。で、今、ルツボの出航だけど。あ、一緒か。あ、釣り以外の出航手に入れたっけな、そういえば。へぇー。あ、大焼きとかあったね。親木手だけ親木もありかあ重量になっちゃうね親木になるとへえ恐ろしく重厚だが強固でありかつての祝福がまだ残っているとじゃああと頭装備かやっぱ特徴的なのはるつぼ系だとツリーガード、黄金の樹冠はひときわ大きくそれが許されるものはまれであったキー生えてんね、本当に。ルツボの兜、最初の王ゴッドフレイに使えたルツボの騎士たちの兜。斧飾りは騎士オールドビスとその部下たちの象徴である。原初の黄金獣、生命のルツボの力を宿し、ルツボの初層の祈祷を強化する。ほう。体重飾りはシルリアとその部下たちの象徴。槍と斧ということですね。なるほど。オッケー、帰ろうか。いやー疲れた。OK というわけで、ここやってまいりました。で、最初に言ったように、スカラベちゃんですね。この目の前のとこ、あそこに、ほら、サックの上にいるじゃないですか。あれ、あれを借りたい。んで、馬で近づくと、それだけで消えちゃう気がするんだけど、どうだ遠くだな、なるべく遠くからなるべく遠くからよしまだ大丈夫だ気づかれてないなよし気づかれてない全でこのためにね魔法を用意してきたまず暗部の方法だねちょっとどこ行った暗部の方法これで足音を消すでさらに両手持ちにしてやつを一撃で葬るちょっとでもミスると多分よっしゃい黄金パリなるほどよし消
消えんの、効果時間消えんの早くない？もう効果消えちゃった。よし、じゃあボスだな。ついに行こう。城の使徒ね。の先から行きたいなと思いやす。よし、で、目の前のあそこですね。行きましょいか。あ、でも、あれだね。マリカがあるし、あ、違う、これ、サインだまりだ。これ、祝福からだな。祝福から連続してやるパターンじゃね？あ、金の召喚サインに増える。誰だ？誰？あ、メリナか。え、どうする？どうする？これ、一緒に戦っちゃう？戦うか。その武器なんだ、なんかかっこいい武器持ってんな。担当かな。いや、せっかくだし共闘するか。祝福の猛虎と一緒に倒そうぜ。OK。こっち向いてくれ。ちょっとこっち向いてくれな。へえ。ああ、まじまじと見たことなかったけど、こんな顔されてるんだ。まあ、キャラクターとしてあれなのかもしれないが、全然まばたきしねえや。よし、んじゃ行くか。一体誰が敵なのかわからんがな。あ、奥にいるね、すでに。控えてらっしゃる。お、その、ターニッシュ。あれ？いや、マルギットだよね。どう見てもマルギットだよね。モーゴッタと聞いてきたんだが。General Radahn, Praetor Rykard。 ライカード倒した。ジェネネア、ラダーンとね、あ、ラニさんか。そうだ、ラニのイベントも進めないとな。Willful traitors, all。 裏切り者ども。ちょ、どうやって杖浮いてるの？Thy kind are all of us。 綺麗。それあんたさ、ちょっとモーグとかって知り合いじゃない？もしかして。ペラジャーズ、エンボルデンドバイザフレームオブアンビス。お、かっこいい。ダマスカスみたいな刀だ。ちょっとごめん、刀かっこよくすぎて何言ってたか聞こえなかった。最後のモーゴット、ゴッドフレイト2になってんのかな。おー、いいね。不物召喚証拠。痛い痛い痛い。今準備中じゃないか。ちょっと待ってくれよ。はい、レイナさんは、メイナさん。よし。あ、でも動き自体は、変わらんか、そんなに。また手受けしてるから、そんなに。よいしょ。よいしょ。あー、もうめっちゃ強い、メリナ。壺男も強いけどな。やばそう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 よやばそうよ。おっとっとっと、うん、ちょ、こっち来んのかい。ないないない、なんだなんだなんだ。うわ、いけ。よいしょよいしょ。おお、何何何何何。はい、王の座を呪いで怪我すな。なんだこの木。あ、これあれじゃない、あのミレレさんのとこで手に入れた黄金樹の誓いじゃなくて、なんだっけ。あー、すごい長いじゃない。
っとまずい。いや、メリナマジ頑張ってるわ。もうメリナさんしかやってねえわ。壺とこいいね、いいね、雷。よいしょ。よいしょ、これ一回で割れるぞ。あー、ちょっとそれ猛攻がしすぎませんか。これ、あーっと外したか。いや、いける。とどめ刺させろ。よいしょ。一発。みんなありがとう。みんなありがとう。壺男、メリナさん、ありがとう。意味王の強く。あれ、祝福の、これ本体ってこと？嘘だろお前。枯れ木だよ。The Erd Tree wards off all who deign approach. We are all forsaken. どういうこと？ None may claim the title of Elden Lord. Thy deeds shall be met with failure.Just as I. もうごと？もうごと？は？ああ、急にお亡くなりになってしまったんだが、まあ、倒したんだけどさ、でなんでこんなちっちゃくなっちゃったの？あのあれか、あのストームビル城の入り口のところで戦った時とか、外郭で戦った時とかみたいに、あのたくましい体はなんかまとってた街灯じゃないけどさ、服みたいな感じだったんかな。へえ、あ、これ出られない。え、ワープもできないということは先に進めということか。行くか。黄金寺は全てを拒んでるのか。入れないってことじゃ。単純に考えれば入れませんよってことだよね。あ、この封印さ、レアルカリアにもあったやつじゃない？なんか色は違うけど。茨の壁に触れる。拒絶の棘が全てを拒んでいる。誰も黄金樹に入ることはできない。あれか。あの、黄金樹の裂け目のところか、ここが。あ、祝福できてる。休むか。あ、マリーナ、さっきはありがとうございます。 Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree. 知ってたの？入れないの？知っててここに送り込んだのか、私を。 The thorns are impenetrable.A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. Who? My purpose serves to aid your purpose. In that very act. So I'd like you to undertake. なんで一回別れたん？そしたらいいじゃん。ずっと一緒にいてよ。一緒にいてくれよ。巨人たちの山麓、その頂にある滅びの日まで。黄金樹焼く。ロンドのバリフ。地図に赤い印が書き込まれました。なるほど。
ちょっと手つないで。私と手をつないでください。いやーこれ必要る。ちょっとレベル上げたい。何マジ何喋ってるかわからんよ。で生命力ぴったり40まで上げよう。で一応次のステージに行くから、まずは95ぐらいまでレベルを持ってきたいな。あ待て待て、進行後25にすることによって、これでこれだ、ここだよ。まずはでライフポイントも上がっ、まあ、武器重、あ今のところ重量必要ないかな。まあこれだな。で体力を上げてここで OK、 ありがとうよし。でその三連に行く前にですね、ちょっと見ていただきたいアイテムがありましてですね、こちらでございます。雫の妖精アイテム効果、満月の女王レナーラの生まれ直しの素材となる。いやこれ全然読んでなかったの、テキストをテキスト読んでなかったんですよ。銀の雫と呼ばれる変態生物の核、生物と物質の中間にあるもの、満月の女王レナーラの抱く琥珀の卵、その秘めたる生まれ直しの素材となる。生まれ直したレベルアップを最初からやり直すことができるということで、これね、魔女レナーラなのかな、女王レナだっけ、魔女はラニだっけか。まあそれで生まれ直しができるんですよ。で私何がやりたいかというと、ちょっと飛びますね一瞬ね。でお待たせいたしました、ここでございます。怪奇だけが秘密暴く。はい、で私ね、祈祷でございます。どれでございましたかね。怪奇性原理、怪奇のみが全てを暴くっていうことで、これだろうっていうことですね。王立原理主義の祈祷、その根幹を根本なす一つ、あらゆる状態異常と特殊な効果を消し去り、あらゆる擬態の正体を暴く。原理主義は黄金律を2つの力で説明する。それすなわち怪奇と因果であり、怪奇とは万物が不益に修練しようとする意味の引力であるということで、これここで使えばおそらくこれだね。ラダゴン像に隠された秘密が明らかになると、あの司祭ミリエルさんが言ってたっすよね。でそれをするためにさっきの祈祷の、いや本当にねこれダメだろって思ったんですけど、祈祷さ必要なのが信仰じゃなくて知力なんですよこれマジでね、知力7しかないんですよ私。ちょっとバカなんですよ私のキャラクターね。あの敬虔な心は持ってるんですけど、でこれを使うためだけにあの生まれ直しをしたいんですよね。ステータスは結局生まれ直しして、ここでさっきの回帰をした後にまたステータスを戻すつもりなんですけど、まあ、そのためにね、私、この後というか次回ですね、次にレアルカリアの血を怪我しに行こうかと思っております。多分満月の女王レナラを倒すことによって生まれ直しができるんじゃないかと、雫の妖精でしたっけ、あれを説明を読む限りね、満月の女王レナラのところでできるっていう雰囲気に捉えられる内容だったんで、まあ、ところじゃないですね、そこらをねやっていきたいと思います。なんで次回は、巨人たちのいる山霊ですね、そちらに向かわずに魔女レナのところに行きたいと思います。で行くのがこれやっぱモーゴトの祝福、祝福、あれそういえば祝福のモーゴトの封印があって言ってたのに、なんだっけ最後の王、異名をモーゴトになってたよね。どういうことなんだろう、よくわかんねえな。まあ、なんか違うんだろうな。でロルドへの登場っていう、これは後回しにしたいと思います。次回はレアルカリアの攻略をやっていきたいと思います。やっとだよ、やっと進むよ。ここお待たせしました、レアルカリアの攻略です。はい、というわけでここまで語りは私公演でお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。